VTuber 戦国時代、あまたの VTuber が生まれ、登録数を競い、再生数を稼ぎ、いいねをこう、誰よりも先へ VTuber たちは走り続けていた。2018年4月、私もその長く険しいレースに参加した。あの山の頂上までたどり着いてみせるぞ。ういっしょ、ういっしょっと、おいつみさんせ。しっかしみんな早いな。私も負けてられない。負けてられない。私もスピードアップ、と思わせといて、私は無理せずのんびり自分のペースで頑張ろうっと。くっくっくっ、まだ頂上まで半分も来ていない。それにこの険しい道を進むなんてリスクが高すぎる。賢い私は先に行った人たちが整えた道を楽して進む。みんな私のために進め。あ、あの子止まっちゃってる。どうしたのかな。もうだから無理するなって言ったのに。ゆっくり休んでね。私がみんなの分まで頂上にたどり着いてみせるから。最近人少なくなってきた。みんなどこまで行ったのかな。うん、焦っちゃダメ。まだ慌てるような時間じゃない。もう少し進もうっと。最近誰もいないな。なんか疲れちゃった。少し休憩しよう。ちょっとぐらいなら大丈夫っと。あと5分だっけ。あと1日あれば頑張れる。これが最後。あと1ヶ月だけ。大丈夫。最後には私が勝つかな。私は最後に勝つ。頂上は？ああ、夢か。ああ、よく寝た。いい夢だったな。頑張って、いずれは超有名になって、稼ぎまくるぞ。え？こんな感じで身内してる場合じゃなかった。あなたの心にイルハート。はい、ということでイルハートの半生を描いた絵本風ネタ動画いかがだったでしょうか。次はなんと告知コーナーです。ラジオとかでね、情報を出したりはしてるんだけど、動画ではね、一覧が出せるんで、改めて紹介していきたいと思います。まずはこちら、ファンボックス。まず、夢絵日記、月一のペースで更新します。今までね、あんまでかい声で言えないんだけど、今まで言ってた分、即ネタもあるし、なんかね、いろいろ書いていきたいなと思っています。そして次、イルテレラジオ。こちらなんと、
毎週更新します。今までね、あの月に1回の更新だったから、更新回数をね週に1回に増やしたので実質4倍になるんですが、何話してるかというとでも今この間引いた一番くじのことしか出てこないあとなんかね、食べたご飯の話もするし、見てるアニメの話もするし、今ハマってるもののこととかいろいろ話してます。ということで、ファンボックスがね、去年の12月から更新をね、すごい頑張ってるから、今入ってくれてるハートのみんな、ぜひぜひ見に来てください。次は YouTube。 私ってさ、 VTuber なんでね、やっぱり動画をね更新しないとなぁと思って YouTube 動画、やっていきたいと思います。今回みたいな企画動画は月に1回更新しようと思っておりますので、次は2月末ぐらいかなと思うんですけれども、やってみたいこととしては、あのね、あれをしたいです。踊ってみた。猫カフェに潜入してみた。港区の超高級レストランの肉を実食してみた動画みたいなやつをやりたいなと思っています。よろしくお願いします。はい、あとはゲーム配信。毎週こっちは更新していきたいと思っております。そしてこちらのゲーム配信、生配信でやっていきたいと思います。はい。イルハートの起こす神プレイを見逃すなーって書いてあるんだけどさ、見逃したらね、アーカイブも、まあ、基本的には残るかなって思うので、同じゲームやったりとかしましょう。そして生放送、比較的な生配信というものなんですけれども、最近で言ったら5周年記念とか、あのお誕生日のね配信とかってやったやつ、いつやるかはまだ決まってないんだけど、やる時があったらまたその度に告知をしていこうと思います。はい、ということで、結構ボリュームがすごくないですか。楽しく頑張っていきたいと思いますということで、2024年も頑張っていくので応援よろしくお願いします。以上、告知コーナーでした。あーったー、疲れた。あー、当たり前じゃないですか。イルハートにかかるよね、こんぐらい楽勝ですよ。で、それより、あの去年直すって言ってた、あのこれとか、これ直ってなくないですか。あのさっき言っちゃったんですけど、なんかあの踊りたいとか言っちゃったんですけど、なんかこれだとは、あのね、イルハートの、あの、躍動感のある、しなやかなダンス、見せられないじゃないですか。そういうとこだぞ、コンパイルハート。何をやらせとんじゃい。はい、ということで、じゃあイルハート流の動画の締めをやりたいと思います。イルハートってのは、ほんと、物好きばっかりだよね。いつも、食べてるだけのラジオを聞いてくれて、ハッシュタグでポストしてくれて、リプでボケてくるし、夜中に飯テロ画像を送ってくるような人たちばっかりだけど、そんなみんなが、大好き！